しかも、その三個は男の子なんだ俺東京都知事選でな頭がパーてってれー覚悟決まった。大工って何ですか俺がー俺もうこういう配信者だよ。みんなを笑顔にさせる記事じゃない。そうやって人生から一生逃げてな最近クソのオープニングで。サイサイサイ、サイサイ、サイサイ、サイサイってやつだよね。サイ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 。ね下着5話まで見たよ、俺。なんかでも、 二回気絶したで。面白いとか面白いくらいの以前に分かんなかった。マジで。話が分からんかった。ほんで寝落ちして、起きて、また見始めて、また寝落ちしちゃった。9話まで見ようと思ったんだけど、か7話までは気合で見ようと思ったんだけど、見れんかった。ただ、あのなんだっけ、うわ、生焦せちったあいつ。あの顔尖ってるやってって言ったやつ。クリス。クリスは意外と顔尖ってなかった。で、主人公が新助に言いすぎつた かの線の細さとか。一夜はその感想だけで終わった。シ助じゃんと思って見てた。全然集中できないと思って。とにがく加藤さん下着見るだけでめっちゃ喜ぶ。あいつから LINE 来たよ。なんか、説明しましょうかって。加藤さん、下着の解説いりますかその辺今味噌を煮込んでるところですよ。でよくわかんないおじさんここの理解が深ければ深いほど後でいい味噌できますっていう LINE に俺は既読スルーして、7月7日、田野の,の日の23時19分。俺もう寝てたんだよね、この時。 味噌煮込めなかったんだよね。つかもうさ、だったらさ、7話までの解説全部聞いて、聞いた上で7話から見ればよくないこのキャラはこうで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 って。もうあらすじをさ、10分くらいにまとめてもらって、それで見たっていう体で見るのが一番よくないそれじゃ意味ないのいや、流し見ちゃダメ、寝ちゃう。で、ザ・ボーイズが面白すぎるんだもん。<laughs> 交互に見てるのね。ザ・ボーイズがおもろすぎるんだもん。 下着が面白くないんじゃないザ・ボーイズがおもろすぎる。あれ。あれおもろすぎないアベンジャーズみてえで。あれ、全シーズンおもろい。で、下着5話見るまでに、ザ・ボーイズシーズン2の、4話くらいまで見た。<laughs> ねそっちがはかどっちもあんの。結構見ちゃってるでしょ。止まんなくなっちゃって。 覚悟決めて一気見しろよ。いや、なんか、俺配信まで切って覚悟決めて一気、一気見したのに、最近さ、俺さ、毎日9時半とか10時寝てんのね。理由は下着見ると寝ちまう。しかも9時間寝ちまう。めちゃくちゃ良質さ睡眠取れてる。10時寝ちまう。健康体、健康体になっちゃってる。誰かになんか、付き添いで見てもらわなきゃダメだ。優しくもダメ。オニアと一緒だから。変わんない。 しんすけと一緒に見ろよ。だったらマジで、しんすけが隣にいてくれるんだったらおもろくて見れると。お前クソ似てんじゃんって。お前の影響で見始めて昨日全部見終わったけど神だった。何話からさ最初はどうだったアニメって自分から動いてみた。いや、だから、その、先入観がいけない。7話まではつまんねんだって思いながら見てるからいけない。どうせここは見ても意味ないんだってどこかで考えてる。みんなが面白い面白い。最初から面白いって言ってくれた俺だって、なあ。先入観なく見れたのに。 最初はちょっと受け付けたいところもあったけど割り切ってみたんだろうね。18話からが面白いとこにあもうやめよもう忘れすんのやめよう。う絶対見ねえよ。そしたら俺。18話まで見れねえもん。寝ちまうもん俺。次見るとき俺また1話から見なきゃいけないし、何があるんだかわかんねえから。なんかなーこいつ好きだなーみたいなキャラがいたら見れるんだけどね。こいつ好きだなぁって。そういうキャラがまだいないんだよね。なんかあのデブも中途半端だし。本当はああいうやつに感情移入すればいいんだろうけどね。 あの、オタクのデブいるじゃん。じゃ、本当はあいつに、いつもだったらあいつに感情移入してんだけど、その前にしんすけに感情移入してるから。<laughs> もう、それそのキャラが薄れんのね。もう何もかもが条件が悪い。本当だったら、あ、なんか面白そうなキャラいるじゃん。で、見るじゃん。じゃなくて、そっちばっか見ちゃうから。ノイズが多い。あと、麦われ帽子の女好きじゃねえでしょ、俺。<laughs> あいつが好きじゃないんだよね。あいつ好きじゃないってもう致命的でしょ、俺。5話までのあいつ、みんなも嫌いでしょ。なんか含み持ってない。 こいつなんか裏切るだろうな、みたいな。あいつ嫌い多い <laughs> ザ・ボーイズ語れ、お前ザ・ボーイズ語り始めたら夜が明けてるよ。あ、くそおもろくないあれ。コンセプトが良くないスーパーヒーローが実は悪だったみたいな。あれ、設定がくそおもろい。マジで。あれ、神。<laughs> 雑談中に汚れ流したけど、ほんと流しとこうかなこうやって雑談中に。イヤホンだけさして。それだったら見れるわ。全く頭入んだけど、大丈夫 全く頭いないよ。いや、落ちパない。あのー、機能がなくなっちゃった。しかも、下着で落ちっぱするんだったら、多分俺、ザ・ボーイズ・アマプラだから、落ちっぱするし。<laughs> このキャラがさ、いいんだよ、<laughs> つって。俺ね、これさ、思ったんだけどさ、あのアニメってさ、毎週やってたわけじゃん。そのリアルタイムで見てた人はさ、最初はさ、別に7話から面白くなるとか、9話から面白くなるみたいなのってわかんないわけじゃん。ただ流し、まあ、とりあえず見とくか、みたいな。 あ、ゲームが先なんだ。原作があるんだ。なるほどね。だったら、ファンは見れんのか。ゲームも、許可、下着のゲームって確か許諾めちゃくちゃ厳しくて、降りないんだよね。だなんか逮捕、逮捕者出たよね。下着のゲーム。実況じゃなくて普通に流して。今日また寝る前チャレンジするけど。下着チャレンジ。いや、5話からやる。マジで。寝たら、また明日。だって7話から面白くなるって言うのにさ、5話まで見たんだよ。 ちゃんと見てたら7話からだけど、ちゃんと見てないから12話なんなんだよ、それマジで。<laughs> なんで選別されなきゃいけないんだユーザーなめんなよ。なんで俺が選ばれなきゃいけないんだよ。俺たちが選ぶ側だろうが。ちゃんと見てたら7話からもろいんだ。俺は下着に選ばれなかった人間なのか。え、じゃあさ、ちょっと待って、あのさ、あの、俺4話まではマジで見たのね。じゃ4話までちゃんと整理してくんな一回。今日マジで5話見る。 4話までだったら別にネタバレしてもいいでしょ ?4 話までちょっと一回整理してくんな、ね、いまず、じゃあ俺がさ、今から言うのが合ってるかどうか試して。まず、あいつ、しんすけは大学生じゃん。サークル入ってんじゃん、多分。岡、岡、岡、岡の林太郎。で、なんかタイムパラドックスかなんかの講義受けてたんだよ。なんだっけなんとかタイラー。ジョン、ジョンタイター。違う。変なジジイだ。変なジジイの講義受けてて、 タイムパラドックス。それはジョン・タイターのパクリじゃねえかみたいな、ことを言って、一文字があったよ。そんなわけでねえよ。女つと一緒に住んじゃねえ。中、中八博士だ。で、そんなわけねえじゃねえか。いや、でもそれはジョン・タイターのパ,パクリじゃねえかっつってて、玉ねぎみたいな顔の女。顔が尖ってる女。がチャチャ入れてきたじゃん。クリス。あ、そ、その後に、UFO が落ちてきて、なんだその UFO、UFO 落ちてきそうって見に行ったら、クリスが死んでて、 で、なぜか、転換して、外出てきて、なんか女の子が死んでたぞ、って言ったんだけど、死んでなくて、時間が8時間ぐらい戻ってて、それまだ1話でしょいや、俺ちゃんと見たの。で、そいつ起きて、起きたのね。で、中八博士が、8時間ぐらい時間戻ってて、中八博士が抗議する予定だったものを、クリスが抗議したのね。で、なんだこれって。で、そのクリスが、オカリンに、 めちゃくちゃ、その講義中に、質問すんのね。なんだっけ、変なこと言うじゃん、あいつ。あいつ自分のことなんて、病、亡、なんだっけ、平等院法三、法道ですみたいなこと言うじゃん、あいつ。法強、王院、京魔それが1話でしょ。で、2話から4話まではマジで覚えてない。ゼロ。本当にゼロ。全く覚えてない。でも時間が戻るっていうのを覚えてるのね。なんかと、時折。あ、そんで なぜかジョン・タイターのことをみんな覚えてないんだ。検索したら50件ぐらいしかヒットしませんみたいな。なんでジョン・タイターの記憶が忘れられてんだみたいな。それが多分3話ぐらいじゃないだからタイムパラドックスみたいなが起きてんだよな、多分な。4話なら過去にメールを送る。あ、なんかな、なんかさバナナバナナなんかバナナが出てきて、あのー、緑色の、 バナナ出てきてたでももう頭の中ポルノ伊藤真由紀のポルノ全部言えるんだけどねすげえバナナがやたら出てくんだよレ、電子レンジに行ってチンするバナナだそうだなんかバナナがめちゃくちゃ出てきて、でもそのバナナから、あの、あ、そ、その、下ネタの,のバナナが冷蔵されて、ほんで伊藤麻由紀が M 男をいじめるポルノ見たんだニハを。そっから俺はもう全然に覚えてない。 そっちのバラの方が気になっちゃって。で、なんかそれ直してたんだよな。デブが、なんか直してて、みたいな感じでしょでも、なんか大体はあったでしょあ、そう、ハッキングするとか言ってたなんかに。なんだハッキングするかわかんないけど、なんかにハッキングするっつって、巫女出てきたの覚えてない。十、そこ何も覚えてないから十二話言っても思うない。最悪じゃねえか。もう返すよ、じゃあ。5話までの時間。返してほしい。でもけ、結構覚えてない で、毎回毎回、あの時あの、トゥトゥルーの人が、ちょっと、裏がありそうな感じで、うぜえなって思って。でも、見ながら俺、うっすら覚えて、なんかね、感じたのね。あ、これ、なんか、こういう伏線全部回収してくれるんだなって思ったの。あの、違和感がすっごいあるので見てて、急になんか場所変わったり、すげえ見てて違和感があるから、あ、これ多分、後々、あの時はこういう、あのさ、あるじゃん、そういうのって。あの、ファイナルファンタジー102のさ、 実はこっちはこうやって動いてましたみたいな。違う視点から見ると、その、その伏線が綺麗に回収されるみたいなのなんだろうなっていうのは <laughs> 分かってんだけど、いかんせん正面、正対してる事実があの、わかんなすぎて。点数あるじゃん。あの、実は、ゆうながあれ被ってましたとかさ。正面から見てると、なんか違和感があるけど、あの、裏側ちゃんと見ると、ちゃんと伏線が綺麗に回収されるっていう。全部わかる瞬間来るんでしょう。 最後まで見たけど分かりませんでしたよ。<laughs> お前も見てねえの一緒やでいけんけ。じゃあ。だから、全部知った上で、もう一回1話から8話を見ると、ああ、この時こうだよなーっていう感覚があるってことでしょう。絶対そうだよね。<laughs> ちなみにザ・ボーイズの5番おもろい。<laughs> お前そしたら俺、そっとするぞ。ザ・ボーイズおもろすぎて10話くらい連続で見たのに、超越するんだ。 でも今、この配信で喋った感じ、内容はある程度把握してるっぽいから。で、それでいい。だってそれで、で、必要最低限の知識覚えてるってことじゃん。普通の人に分かってるわ <laughs>。ほとんど見てないよ、でも。1話だけちゃんと見たんだよ。クソシンスケに似てると思いながら。で、2話からこういうカード見てた。バナナの記憶しかない。もう6話から見なくてから、最終話から見て、次に12話から20話見て、面白いからどんどん慣れたち間。7から11話、最後に1から6で見たらあまり <laughs> いやだよ、そんなに見たくねえよ、俺。くたばれよ。1話から見るっつってんだろ。見たくねえよ。配信終わったら、マジで下着を 5, 5話から見る。俺には才能がある。下着を見る才能がある。やれる、俺は。まだ。待機万世型なだっけ。いや、コードギアスも見れねえ、目がでかい。<laughs> ちょ、目がでかすぎるアニメ見れないんだって。笑っちまう、なんか。なんだよ、これ。さすがにこれダメだろ、って。目が大きすぎる。 若い女の子に悪影響を与えそう。目が大きい。やばいだろう。で、面白いって言うよね。確かにイラストなんて結局、慣れで全部解決するからな。窓紛りだって俺最初めっちゃ受け付けなかったし、他にもあったんだよな。窓紛りの絵はもう最初マジゴミだなと思ってたの。でも中身おもろすぎて、なんなら味があっていいなって思ってた。なんなら好きになってた。コードギアスも、はまれるちょっと見ていい復活のル,ルーシュ目がクソでけえじゃん。 あ、でも意外とでかくねえな。バイオレットエヴァーガーデン見てない。な面白いって言うよね。めちゃくちゃね。泣けるんでしょ。でもね、目がでかかったんだよ多分あれも。<laughs> 目がでかかったんだよな。あ、目でかくないわ。あ、絵綺麗だわ、めっちゃ。これは、アニメ見ずに映画だけでもいけるって言ってたよ。映画クソ泣けんでしょ。俺、ルックバック見てさ、さっきアニメのさ、映画見たいよがすごくて。 アニメの10話が泣ける。また10話まで見なきゃいけないじゃねえか。<laughs> もう無理だ。1話から泣かせろよ、まず。なんで10話までためんの ?10 話だけ見,る見ればいいの <laughs> ?10 話だけでも泣けんの ?10 話だけで泣けんのとんでもねえアニメじゃん。あ、1話完結ものなのバイオレットエヴァーガーデン。サザエさんみたいな感じイメージ的には。コナン系あ、コナン系だ。 なんか、黒ずくめのアダコーダーみたいな設定は引きずいてるけど、ものすごいでかい本線はあるけど、別に、基本は全部。で、最終回だけ、ちょ、ちゃんと全部見てなきゃ、理解ができないみたいな感じ。5話以降が1話完結式なんだ。バイオヘットエバーガーデンはあの母校が10話で号泣しました。<laughs> あいつだってスラムダンク最後の30分、スラムダンク全く見てなくて最後の30分だけ見て号泣したんだよ。遅刻してきて。俺涙引っ込んだもん、そのせいで。 ちっちゃい頃からのさ、あの、花道とルカーとか、全部、俺の小学校からの、その、累積で、もう涙止まらんかったのに、まあでも繁盛とかいるから、あんまり泣いてるとこ見せたくねえな、ってパッて横を見たら、モコがなんか鼻水垂らしたから泣いてて。一時間半遅刻してきて、最後の山能線のあの下りだけで泣いてて、涙引っ込んだのね。そのモコが、泣いたの。伝説だね。 放火事件前の京アニが本気で作った最後のアニメなんだあ。まあそういう思い入れもあるのか。俺なんか変なアニメとかの方が多分ハマるんだよな。サイキクソウの災難とかさ。あとなんだっけあのさ、俺が見てたさ、あのイケメンと柔道部みたいなやつがいて、柔道部のやつが可愛いやつとけ付き合うみたいなやつ。俺、俺物語 <laughs> 俺物語あれ普通に全部見た。おもろかった。 あの、イケメンのやつがいいやつだなと思って。あれおもろくない俺ギャグ、ギャグテイストがなきゃ見れないんだろうね。最近クソマジで俺くっそおもろかったよ。つか、あの、声優がいい。だからさ、あの、オカリン、あの人やってくんねえから、やれやれの人。ミヤノマモルもいいんだけどさ、俺無条件で見れるから、神谷ヒロがやってたら。マジで無条件で見れるからさ。いや、化け物語も俺見たよ。やれやれ。って言ってたやつだよね。 あいつ、神谷博士がやれやれしてるアニメ全部見れんのね。で、なんか、他の、なんか、物語シリーズって別のもあるでしょ。で、やれやれしなくなって見れなくなって <laughs> で、やれやる気は全部見てる、マジで。本当に。あとさ、なんだっけ、あいつ、あいつも好きなんだよ。俺は、のんけでも平気で食っちまうんだよな、ってさい、あの、さ城美みみけ言うじゃん。あのキャラが好きだから、あいつ結構、のんけでも平気で食っちまう系の、キャラクターじゃん。名前、カンバルするが。 カンバルするが。あいつが男か女か今だにちゃんと分かってねえけど俺。<laughs> あいつ女かなカンバルするが。女かやっぱ。実は男なんじゃねえか。さらし巻いってたから。そいやっぱギャグテイストがなきゃ見れねえんだろうな俺。そっち系のアニメ結構見てるもんね。俺昔言ってたもんなサイキックスを俺だってサイキックスを二周してんだよ。いや、トラドラは俺二周してるよ。トラドラはマジ二周してるよ。おもろくて。 いや、ボボ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 ボは、なんか、なん、じゃ、あの、今から面白いことしますせーみたいなギャグアニメは見れないの。え、これギャグアニメなのみたいなギャグアニメがいいの。サイキクソみたいな。ボボ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 はさ、もうなんか鼻毛が学よみたいな感じじゃん。見れるかないや、オドタクシ全部見た。あれ普通におもろい。なんかさ、あの、アニメっていうかなんか、映像作品として面白かった。あれ、神。 サイキクスおもろかったなぁ。あとあれ。あのー、小学生がさ一人暮らしするやつ。小太郎は一人暮らしみたいなやつ。<laughs> 小太郎は一人暮らし。声が好きだった。あんまりアニメ好きじゃないなら、まあ、結論言ってそうなんだろうね。はまりきれない。どういうスタンスで見ていいかわかんないんだよね。アニメって。昔は見れてたんだけどなぁ。まあ、でもそんな見てねえわ。結局言ってたドラゴンボールとかさそういうのしか見てないからさ シから好きじゃないんだろうね。好きなやつしか好きじゃないっていう。悠々白書とかさ。一時期見てたんだよ、俺。だって、とあるなんとかのなんとかなんとかも見せよ。あの、シーズン1だけ。いや、レールガン見てない。あの、主人公の男があんま出なくなっちゃったから。あ、見たのかな、全部。なんか、性を売りにし始めると俺見なくなるんだよね。そこに性を感じれないからさ。ターゲットから外れちゃうんだよな。でも、レールガンまで全部見た気がする。曲が良かった。てか。大事じゃない ここぞというときにいい曲流れたら大抵なんか乗っていけるっていう。ちなみにサイキクソウの災難はネットフリックスでしか配信されてないのが何分かるあ、なんか、見た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 。5話ぐらいのやつでしょ全部見た。帰ってきたサイキクソウみたいなやつね。5話のやつね。見た見た見た。全部見たよ。いや、ほんと全部見てるお。あいつおもろすぎる。あれ。あの金髪のさ、あの頭の形変なやつ。<laughs> あいつ名前なってたっけな。どう忘れちゃったよ。いや、全部ねん、俺ね、全部見てるよ。粘土利き。 食入るように見せた。粘土と、あの、お金持ちの、やつの絡みが好き。あの、お金持ちのやつ好き。サイコメトリカ金で全部解決しようとするやつ。あいつ良くない人情に熱くないいいキャラだなって。最近クソのオープニングで、サイサイサイ、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 ってやつだよね。サイ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 、だよね。サイあれクソハマったん俺。エンディングが、ドンキみたいなやつだよね。 でも近からずも遠からずだと思う。最近クソの最大の作者が一番好きなアニメ下着だぞ。絶対嘘だろ。全然ちげえじゃねえか。絶対嘘でしょ。似ても似つかまない。ゃあガチなのマジで。ガチなの全部が、やっぱ下着に繋がってるんだ。でも俺さっき、その、いや、俺の下着の知識今こうなんだけどって言ったら、いや、合ってるよって。ちゃんと覚えてはいるらしい、4話までの話を。 下げ1話から4話の要点。ま、マキセクリスがなぜか生きている、合ってる。クリスの協力で電子レンジで過去にメールを送る。あ、これ見てねえわ。あ、なんかでも、バナナがあれだな。タイムマシンツでシャア、ベスタたね。あの、トゥトゥルーの人でね。主人公が2チャンネルの情報元にノリでセルン。海外の物理研究施設にハッキングを計画する。謎のコードを入手。解説のために IBM うわ、なんかこれやっ、なんか、あの、古いパソコンな、な、直したみたいな。 あ、あったわ !IBM5100 みたいなのって。デブが直してたよな。あ、そこでミコ出てきたわそこでミコ出てこないで、ね、しかも、そのミコは男の子なんだ男だったんだすげえ可愛いけど実は男なんだみたいな。やれやれって言ったよね。いや、あいつなんなのいや、あいつ男だ。あれゴアじゃないで、ね、あれ寝たんだ俺。これ誰なんだろう そうだ出てきたわ、ミコ。で、しこって寝たんだ、俺。れ <laughs> しこり疲れて寝たんだ。そうだあいつ男なんだよ、ミコだけど。名前思い出せねえわ、あのミコの。あいつ、あのミコの名前出てきてるでしょなん、なんて名前だっけルカ子、全然知らねえわ。全然初見。うるしらルカ子。あー、なんか引っかかるものがある。あ、でもなんか5話までは覚えてるね、ちゃんとね。今、俺自分の記憶を辿ったけど。映像もなんか思い浮かぶもん、まだ。 まだ俺の下着は死んでね。死んでなかったんだ。死んだと思ってたけど。いや、今日はポルノ見ることは絶対ない。俺もうすでにポルノ見てるから、もう準備は万端。対策済みだから。ちなみに7割11ってキャラが出てくる。じゃあ見るよ、それは。それはもう見ます。そんなもんは。その引っかかりが12話から紐解かれてるじゃあ12話までずっとばーっと伏線を張るってことね。でも,も俺覚えてるじゃん。 オニアが頼むからオープニングを飛ばさないでくれって言ってる。もともとオープニングなくないネットフリかなんかに。俺何見てんだっけなネットフリで見てんのかなオープニング誰歌ってるっけあ、なんか下着のオープニング良かった気がする。7話見た後、どうせ1話から6話まで気になって振り返りたくなるから、とりあえず気軽に7話、あー。じゃあ5,6,7今日見るわ。しかもポルノにも絶対浮気しない。で、ザ・ボーイズにも浮気しない。絶対に見る。俺は今日。で、ツイートでまたレビューする。辛口レビュー。 ちょっと記憶ねえわ。どんなレビューしてるっけな。振り返ろ、自分のツイート。4は意味わからん、5は今、<laughs> 3は意味わからない、4は意味わからないじゃん。2、3、4、意味わかんなかったんだ、これ。1話はシンスケンに出るっていうツイートしてるね。うわー、くそ、落ち葉機能があればなーマジでー。もう配信で見たかったよー。どうしたら寝ないじゃん、絶対。え、タイマーつけて、今、今見ていい今、5は見ていい

今、5話ね。まず、こいつが不知らん。こいつ誰あ、バイトだそうだ、バイトだ。なんか変な、あいつだ。あ、お、あ、ちなみにこれ、ミキサヤカと一緒の声ね。これ、ミキサヤカだよね。<laughs> 止めるけど <laughs>。これ、ミキサヤカだよね。あ、違う、OK。ちょ、しんすけ似てる、マジで。ちょ、意味わかんねえ、もう。

こいつうぜえ、マジで。しかも、どっち断片似てるなんか。ねえ。どっち断片似てんだって。どっち断片似てないこいつ。断片だよ。髪型が。ちょん眠くなってきた、マジで。これぐらいから俺、スイマーが襲ってくるんだよ、毎回。無理てってるなな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 な 顔尖ってるし、マジで。俺、先端恐怖症だから、やべえんだよ。なんでこいつだけ顔尖ってんだよ、クリスだけ。ちょうどここのとか、とくさ、このさ、髪型の、そればっかりじゃんぴったし同じなんだよね。この輪郭とさ、この前髪の。それも伏線なんじゃねえかな。なんでこいつだけ尖ってんだろう。あとこいつ、キモいよね。これも後で味が出てくる。めっちゃ出てくる。この回なんだろ、一体。 <laughs> この回何なのこの回。いらねえじゃん、全部。手のひら帰る。いやいや、実はこの回、あれなんですよ、みたいな。超新助に似てるこのシーン。一回マジでさ、比較動画出してくんであ、この、このシーン見たな、俺。この後バナナ出てくるでしょ。緑のバナナ出てくるわ、れ寝ながら見てたもん、俺。ポルノ探しながら見てたからさ。あ、時空転移。あ、もうそれに巻き込まれてるってことだって、もう、 起きてるもんね。あのー、タイムトラベルが。うじうじすんじゃねえやねネアラクソ、ぶっ飛ばすぞ、てめえ。みんなでやれやこれ。これかこれかこっちの方がいいかな。お、なんかちょっと、ようやく下げ動き出したじゃん。<laughs> あ、これがあれか。あの、動物実験の前の段階なんだ、バナナが。で、バナナをタイムトラベルさせた時に、ゼリー状になってんだ。で、人体実験で、 ゼリ状になってんだ。だって同じ形状だもん。俺聞かないよ。こう、もう、今日抜いてるから、ポルノ的な要素があっても全然今落ち着いて見てるでしょ。もういつもだったらもうこれでポルノ見に行くんだけど、全然効かない。つらっとしてるでしょ。はははははわかりました。このアニメの見方が。これ6話ね、次。<laughs> 感想ついてる、確かに。5話面白くなってきた。 てってれーせっかくおもろくなってきたら、またなんかタラ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 喋っとるやん、こいつら。なんか、そのゲルのあれとかやってくれやほんで、てレビタラタラしとんよ早くあの話してよ、またザ・ボーイズ見よっかなどっちだんべって出てきたし、また。やべえ、4話まで見返して、あのバナナいつ出てきたっけなオニア影響受けてんの、こいつに。最悪じゃん。見た目新ンで中身オニアってことでしょ。 <laughs> 最悪じゃん。ちょっとせっかく気持ちが高ぶってきたのにまたちょっと冷め、冷めてきてるんだけど、俺の下げのやつが。あ、バナナ来た。てってれー俺が見てるサイトは時間が進んでいくタイプの表示だから、膝ができなくて時間が合わせらない。知らねえよ。なんでおめえのバカに合わせなきゃいけねえんだよ。お前そんなバカが下げ見てもわかんねえだろ。よだれたらして見とけ。俺は先行くよ、もう。お前一生下げのやつわかんねえ。バカなんだから。死なわよ。ゼリーで死ねえよ、お前。ゼリーみたいにとか、ゲル状になって。 <laughs> 面白いですかいや、まだなんかわかんない <laughs>。でもなんか、その概要はわかってきたよ。タイムスリップすると、物も、人もゲル状になるっていう。ありました !7 話まで見ようから、配信で。運命の7話。そうしよう七7話まで見るわ。で、7話まで見てつまんなかったらお前ら責任取れよ。切れるからなあ、9話までなんだ。<laughs> どんどん伸びてるやん !7 話って言ったじゃんで、7話でも1回来る。 おってなるちょっとでも。おーってなるうおーってなるなる楽しみ。おーってなる <laughs> まだ泣くな。ごめん、泣いてないよ。<laughs> 泣いてるに見えた。 結構感じ性豊かでしょ。お前一人で見るのにれすぎてついに配信で見出したか。<laughs> でも作戦成功してる今。眠くならずに普通に5話6話見てる俺今。で、見た結果はよくわかってない <laughs>。意味が全くわからない。もうすぐ行きます。7話ね。運命の。これ運命の7話ね。<laughs> レビューしよちょっとね、レビューするわ。6話。また意味がわからん。6話。えー、っと、また意味がわからなくなった。 ね、こ、これから、下着を見る、シルベとなっていかなきゃいけないからね。断層のダイバージェンス。<laughs> お前もついにここまで来たのか <laughs>。初心者の像入ってきた認められ始めてる、俺今。下着層に。ついに認められ始めてる。こいつ怪しいよな、眉しい。ちょ、今回あれだな、顔の尖り方がいつもより尖ってんだ。何かあるよ。動くよ。なんか動きそう。あら。 人間が行っちゃったじゃん。あれんあ、戻ってんじゃん。めっちゃ。やべえ、わかんねえ。ちゃんと、1話と一緒だ。なんで岡部は記憶残ってんのじゃあ。じゃそ、それ今説明しろ今。俺の勝ちね。俺のが先に気づいたから。岡部、対俺、俺の勝ちね。7話おもろくなってきたわ。事情がつかめてきた。気象転結の気。じゃあ7話までは何だったんだよ。余白 女装情ね絶対いいところだから終わるわてれててんてってくるでしょ、絶対これも、もう、すぐ配信来てみます。8話。乗った、俺の中で。今。お前ら邪魔。はっきり言って。邪魔。マジで。お前らみたいなもんは。すぐ見る。9話まで。やばい、ポルノ見ない。<laughs> いや、じゃ、マジで真剣に見る。ポルノ見ない。今日ポルノ見ないことは約束する。いい一回、ちょっとレビューするわ。さよなら。また明日。 まあ、切る紙もないんですけど、ほとんど。LINE <laughs> 入れねえよ。<laughs> 一番入れないでしょ。俺が、日本人で、LINE。明日0時の麻雀が結構朝早いんだよな。てか俺一番下手なんだから俺先方で行かせてくれよ。な <laughs> んで俺が背負わなきゃいけないの <laughs> やだよ。俺先方でモコでいいでしょ。いや、モコの方が麻雀歴全然長いじゃん。お前暴走のフリーンって言われたじゃん。<laughs> お前、そんなこと言うとまた振り点すんぞ、ね、お前。あれは、おい。しちゃうぜ。しちゃうぜ、俺。変な空気させちゃうぜ。ちょっと、あの、じゃあ、半ちゃん一回だけやろうじゃん。ちょうどいいわ。<laughs> 絶対上手くなんねえし <laughs>。今さ、まぁ、あ、じゃないけどさ、もうさ、何回打ったかってめっちゃ大事じゃん。今一回打ったとてだよ。もう絶対ないよね。分かってるんだよ、もう。でも一応パフォーマンスとしてやってるな、こいつって思わせよ。努力してるって見せさせよう。 どうせ俺が一回で大覚醒したら。チンポにじゃん、ね、できるわけないじゃん、ログインとか。できたことねえんだから、俺。なんでさ、ちょ、見て。メールアドレスってパッてたら大田大使って出てくるんだけど、意味わかんなくない,い予測変換。これなんでもう機械バカになってんじゃん。なんでメールアドレスもさ、ここの、 予測変化に、じゃあ、太田大使行ってみろよ、じゃあ逆に。おい、てめえ、おめえが言ったんだもんな。行かなかったら、ほんと、クソ切れっかんねん、俺。使用不可。ダメだ。カトさん、最後は点数状況から逆算して手を作らないといけないことが多いので、点数計算できないと話にならないです。できません。俺悪くないです。俺を最終局に持ってきた梅が悪いです。できるわけねえじゃん。てか、そんな俺に、何とかし、俺が何とかしなきゃいけないような状況を作ってるチームが悪いから。 俺がの三人攻めてください。無理だもんだって。<laughs> なるほど。今この点数状況でもう絶対できない。普通に手作るのにいっぱいいっぱいなのに、できるわけないじゃん。そんなプロみたいなことを。<laughs> とにかく漫画狙い分かった。頑張る。てか、トップで回ってこなかったら、折りなしの全突っ張いく。<laughs> もう。すべて。平気で切る。無筋をポンって。ノータイムでポンって。 考えずに。だってわかんねえもん。紙タバコ吸いながらやる、こうやって。かがまりこみたいに。バレメデポンみたいに。おぎょうぎょうやってもどうせプロで勝てル、ほ本当だよな。勝てるわけねえから、プロで俺がバロでさ、あの、フェンネル勝つよと思うなもんだよ。冷静に考えたら。無理じゃねえ絶対。だったら、もう何も考えずに、形とか考えずに、行く。リーチかけて突っ込む。相手の皮とかあんま見ない。見ててもわかんないから。 フリテンでもリーチかける。積もりに行く。でもわかんないなんか複雑な街とかだったら、すいません、テレフォン使わせてくださいってって、これ街なんすかって聞く。わかんなくなっちゃいました。これ街なんすかて。てか、複雑な街になりそうだったら、それ拒否する。<laughs> え、なんでこんな量刑の、あれを崩していくんでしょうかわからないからですっ,つって。三面ちゃんぐらいまでに抑える。わかりやすい街になるように。拒絶。ね、しかも、 やっぱ一回ぐらい上がりたいから、もうちゅ、もうなんていうの、薬牌のみとかでもいいから、一回な、一回泣いてみる。ノータイムで。ポン。え、何このポン。え大谷が12億の上売ち、家売っちまったの絶対メディアのせいじゃん。超かわいそう。本当責任取れや。すげえかわいそう。マジで。もうすまないじゃなくて、あそこにはもう住めないって言ってたらなんかさ、もうさ、応援しろよ。なんで足引っ張んの同胞の。 意味がマジでわかんないんだけど。足引っ張りたいのかなホームランを取ってほしくないのかな応援してるって思ってるのかな <laughs> 髪の毛 E ピ, <laughs> ピンにして、俺髪の毛 E ピンにしておこうかなよろしくお願いしますって言ったらさ。E ピンだったらどうする俺の髪の毛が。フジテレビはアナウンサー間に挟んで謝ってたけど、日テレまだ謝ってない。どうせあれだろなんであの、ミトちゃんと、ミトちゃんがなんか謝んでしょ絶対そうだよな。 実は謝んなくていいからさ、あの、その、12億円分払えばいいじゃん、6億ずつ。テレビ局なんで金持ってんだろう。6億ずつ払ってあげなよ。それに基づく費用も全部。人の金なんだと思ってんだゴミだよね。やっぱ俺、大谷翔平とか野球選手のことになるとすげえフッテン下がっちゃって。ちょっと考えればわかるけどね、人の家を報道しちゃいけないって。<laughs> ね、わかるよね。人の家は報道しちゃいけないってさ。 わかんねえもんなのかなお前家報道されたらどうする俺 <laughs> って言うでもなんかちょうど引っ越そうかなと思ってたから。いいよ、じゃあフジテレビと日テレだけ許すよ。うちの家報道すること。それか海彦。お前フジテレビとペット通じてズブズブなのにそんなこと言っていいな。<laughs> 4人も奇妙な物語いい。まあね、確かにね。じゃあこんぐらいしとこうか。富士の悪口は。ズブだしね。マブだしね。 <laughs> なんだ、お前もグルかよ <laughs>。俺もまさか一味に入れられてんの昌平の家を報道した側の一味として入れられてんのお前、電通の結婚式も言ってる。電通はどっちとズブなの言ってるしね。電通の社員の結婚式。どっちとズブなの両方ともズブ。俺もそっち側の人間だよ。電通の犬だよ、俺も。任天堂と電通の犬いいじゃん。あの、その巨大権力にさ、の元と生きていきたい。 まあでもクソやな。本当に。これで今年ホームランを取らなかったら、大谷翔平が、俺も許さないよ。週刊現代元編集長、プライバシーを守りたいなら、大谷夫妻はドジャース球場に不設置している宿泊施設にでも寝泊まりしたらどうだろうえ。警備を厳重にしてもらえばプライバシーは保てるだろうし、さすが大谷野球一筋と称賛してもらえること間違いない。こいつ特定して、じゃあ、じ、住所バレてもいいってことね。お前もじゃあそうだよな。なんかその編集局に住み込めばいいよな、じゃあ。 自分で言ったんだからね。住めばよくないロックオンしたら。しかも自分はどうせ名前も出してねえんだろう。なんでそんなこと書くんだろうね。人間の血が通ってなくないヘズマリウの方がまだいいわ。<laughs> 本当に。ヘズマ以下だよ。こんなの。倫理観が終わってるわ。どういう気持ちで書いてるのか理解がマジでできない。ネタで書いてんのかなだったらもうさ、いいよ、もう。大谷翔平はもう日本のメディア全部さ、NG でいいよ。気持ち悪いもんじゃあ、もう。 もう日本メディア全 NG にすればいいんだよ。で、日ハムだけ。<laughs> もう、日ハム信用できるから。テレ朝だけ。なんちゃんだけ。大谷叩く人って本当に理由いや、みん、あの、見てる、なんかちょっとアンチみたいなのが叩く分にはまだわかるの。まあ、なんかいろんな理由が嫉妬とかさ。他に好きな選手がいて、そいつ応援したいから大谷下げるみたいな。まだ気持ちわかったりするんじゃん。で、記者が言う意味マジわかんなくないお前らそいつらのおかげで飯食えてんじゃんって。集会。 現代のさすがにネタだと思って確認。俺もう二度と買わねえし、今,今後叩き続けるけど、週刊現代。もう一生俺もう自分より明確に隠しただと思って一生叩き続けるって決めたけど。で、週刊現代の記者は家の住所とか全部バラしてもいいっていう風に俺判断したから。住めばよくない週刊現代のなんか会社かなんかに。住めばいいじゃん。したらお前も個人情報やね。加藤純一、携帯番号は090。かけてきていいよ。 週刊現代の人。適当に言ったら本当にその番号にしてる人い、いや、090。聞き取りづらかったじゃあ、じゃあ、書いとくよ。これで、もしかしたら耳が聞こえない方も見てるかもしれないから、配慮できるからさ、俺。クソだよ、そんなの。 週刊現代のやつですけど、同じ記事で大谷川が激怒して、2社の取材パスを凍結して、自分の映像を使用不可にしたというのは、私には理解できない,ない。<laughs> てめえみてえな、バカには理解できねえんだろう、お前。せこせこもう書いとけよ、文字バカみてえに。で書けてこいよ、書けねえんだったら、文字書けねえんだったら、口で聞いてやっから、そいつ書、書けてこいよ。俺が大谷の代わりに怒ってやっから、お前バカなんだからさ、とか、歳いくつだって。歳いくつなの、そいつ。小学、うちの甥いっ子でもわかってるよ。絶対。 みんなを笑顔にさせる記事を書い、ほんとだよ、お前。あ、ほんとだよね。これって読んでくんないなんでみんなを笑顔にさせる記事書かねえのもう編集長になれよ、お前。ちょ、お前仕事誰やってる。お前編集長になれよ。元木正彦っていう人書いたのこれほんとなの幸せの記事だけを載せる文 <laughs>、作ろっか、週刊文順。ほんと幸せな記事しか書かないよ。子犬が生まれました、とか。大谷がホームラン打ちました、とか。 ま、使命感があるのかなお前の人生って何だったんだろうななんか <laughs>、78年も生きてきた <laughs>。くだらねえ人生だな、なんか。普通なんかさ、人を認めてさ、後世に自分たちの思いを託してさ、死んでいかなきゃいけないのにさ、78でさ、そういう思想ってことはさ、無駄な、なんか意味のない人生を歩んできちゃったんだろうね。って考えたらま、かわいそうだな、ちょっと。何も残してねえよ、この前は。 えなこのグラビアだけ乗っ、乗っけ、乗っけとけよ。週刊文、週刊文獣じゃねえや。週刊文順えなこと言いよりものグラビアだけ乗っけよ。人幸せにして俺、なんか、そういう、あれ作ろうから。よくね一番幸せじゃん。で、記事は子犬が生まれましたとか。週刊現代の元編集、大谷がプライバシーを守りたいという気持ちわかる。だから12億円や26億円とも言われるハワイの別荘がどのようなものか知りたいと思うの人間のも、知りたくねえ、別に。<laughs> 全然知りたくない。俺、大谷がホームラン打ったか打ってないかが知りたい。 全然知りたくねえよ。文字だけでいいじゃん。ああ、大谷すげえな。ハワイに別荘買ったんだ。でいいじゃん。どういうとこ住んでんのね間取りはね間取りはどこ住所はどこっていうのはもう病気の発想だから。犯罪者の思想だからさ。ホームラン打ったか打ってないか教えてよ。知りたくないよね。YouTuber でもそんなことしなくないそんな記事を書く人がどこに住んでんのか知りたくない本当だよな。<laughs> そっちの方が知りてえよな。で、そんな危険思想のやつが何食うとどこに住んでるかって。 発表しないとさ、やばい奴の近所、隣の家にそんな奴が住んでたら嫌なんだけど、気狂ってんじゃん。マジで。譲れない、その気持ちが。これ別に大谷だからとかじゃなくてさ、全人類そうあるべきだと思うんだよね。違法にしちゃえばいいのにね。そういうことを全部ね。<laughs> このピン止めなんですか <laughs> いや、なんか、その週刊現代に対する俺のみんなを笑顔にさせる記事を書け。名言、俺の視聴者の。 本当にそうだなって思う。どこを切ろうかの分かんない。この辺もわっとしてるところ。このもわっとしてるところ。で、か、こう E ピンにする。ちょうど E ピンの形してるから。クッキーさんがしたんだ。じゃあ俺ンピンにしようかな。第2回相席諸行動の詳細いつ決定しますか。ユリース以外はみんな、なんか予定があってさ、出てくれることになったわ。ユリースはまだあの連絡もしてない。誰か、あの、さすがにそのためだけ日本に起こすの悪いなと思って。 あと一人誰か、誰にお願いしようかなーって。ゲストもまだ全然決めてない。ゲストは女の子がいいなと思ってんだよね。第一回のえなこさんみたいな。シブアそこで使ういきなり。本家みたいに海外から超大物ゲストね。<laughs> マイケル・ジャクソン来た時みたいに <laughs>。じゃ、ウィル・スミスにオファー出しみようか。か、イブラヒモビッチ。それがムーキー・ベッツ。それかアグエロ。 あいつ来てくんねえかなアグエロ。<laughs> 忙しいから。熱いシェイクハンドを交わしたんだけど、俺たち。来てくれるなもちろんだ、ジューンって。その話してたんだよ。今度ショ、相席食堂来てくんないもちろんだ。<laughs> モコウとどんな顔さ。モコウとアグエロ見たくないんだ。俺見たいけどね。モコエロ。回してほしいよね。モコウに。<laughs> アグエロ負けたらモコウにキスされることになる <laughs>。プレイヤー側で出てんのか、やっぱ <laughs>。ゲストじゃねえんだ <laughs>。 プレイヤーがまさかの面白外国人担当枠。今は、今の若い子で可愛い女の子誰がいるもう全然、配信者は全然わかんない。YouTuber も。俺の最後の YouTuber の美人は、なんだっけあの、俺が可愛いねって言ってた子。キリタンポ。キリタンポちゃん。が最後。<laughs> あいつ今クソ可愛い <laughs>。いいね、なんか、高校生の男子みたいな。あいつクソ可愛くなってんだ田舎のさ、 あの、東京の女に憧れてる。そういう話してた俺も。25年ぐらい前。あいつクソ可愛くねって。思い出したよ。なんか、青春を。<laughs> そういう記事かけ。<laughs> キリタンポがギャルになって可愛くなってるみたいなね。本人も言われてさ、嬉しいじゃん。可愛くなってるよって。ブスになってるよって言われるよくない週刊文順では、そういったことを報道していこうと思います。なんでゲスト女がいいの男の方がおもろくないえ、なんか、女の子につく男が作るっていうさ。 一般的には逆じゃんおと。女の子が男に作るっていうのが、この一般的なさ、正直あるじゃん、そういうの。でもその逆コンセプト異性に作りたいっていうさ。え、スマスマって全部女の子じゃないでしょ普通に男も出てくるよね。あ、そっか、最終回森田さんでしたね。相席食堂との関係は五感だけですかはい。タイトルは相席食堂からパクって、中身はビストロスマップからパクりました。好きだったんで。パクリというか、模写。 オリジナル要素は演者の幼虫は別に、向こうは中居くんに声似てるし、俺、キムタくんに顔似てるから、ほとんどパクリだよ。ほぼね。お前正直、ちょ、五感の良さだけで企画したよな。ほんとだよ。なんかみんな初行をメインの企画考えようっていう雑談枠の中で、相席諸行道っていう名前が、俺いつもそうじゃん、企画。名前から決めて、中身は後で決めるじゃん。普通逆だよね。中身、こういうの面白いんじゃないかー、 っていう風に決まって、じゃあ名前何にしようか、じゃあ。全部逆なの。まず名前がおもろくないと、俺的に。中身なんか後から決まる。じゃあこれパクろう、つって。<laughs> 鉄腕ムラッシュ <laughs>。鉄腕ムラッシュもやろう。中身は後で決めよう。今度決めよう。名前がいいわ。鉄腕ムラッシュ。そういう番組作るわ。鉄腕ダッシュみたいな。鉄腕ムラッシュをやろう。中身何にするか、今度ゆっくり決めようぜ。鉄腕ムラッシュ。名前がいいわ。 あの山から100歩でどこまで行けるかとかやろう。あの企画すっごい好きだった。チャリンコ何回こいでどこまで行けるかみたいな。あれ最高じゃないあの番組面白かったね。まだやってるかなあ、まだやってんだ。そういう企画やってなくない今。だって鉄腕ダッシュって俺が子供の頃からやってるよ。無人島中心になっちゃって見なくなっちゃったんだけど。ダッシュ村今米作り32年目。メーカーやんもう。 長瀬くん出てんの ?95 年からやってんだ。30年やってんのえ長瀬くん出てないのだ、誰が今出てんの長瀬ジャニーズ辞めたじゃん。え、トキオも辞めたので、山口がいなくなったじゃん。リーダーと国分大地と松岡くん。うちのお母さんが松岡くんすげえ好きでさ。他のジャニーズが出てんの若手ジャニーズが。あ、じゃあまあ、その世代交代しようとしてるんだ。松岡くんかっこいいよな マジで。いつまでもかっこいいよね、あの人ね。若手ジャニーズが出てるんだ。うーん。うわ、悲しい。一回もう山口もさ、見そぎ済ましてさ、一回東京の5人で見たいけどね、鉄腕ダッシュ。めちゃくちゃ視聴率良さそう。で、また山から自転車で下ってきてほしい。あれ好きだったんだよ、山から下ってくるやつ。なんか鬼ごっこもやってなかったっけ街全部、田舎の街全部貸し切った鬼ごっこみたいな。 あれめちゃくちゃおもろかったよな。特番でやってたやつ。関係理科。電車とレースするやつとかね。学校へ行こうと鉄腕ダッシュってなんかポンポンって、俺、見てた気がする。スマップ再結成あると思いますかあると思う。でもまあ10年後、20年後だけど。おじいちゃんになって、あると思う。すぐはないだろうな。70歳ぐらいでありそう。再結成してももう興味ある世代死んでる。いや、残ってるわけよ。だってスマップ結成するってなったら見るもん、俺。 スマップ世代。伝説よ。みんなも絶対見るよ。あのさ、やめた3人はさ、今何やってんの ?YouTube やってんのかな草薙強し、五郎ちゃん、香取慎吾。安倍まで番組はまだ持ってんのえテレビ出てんのちょこちょこ。絶対さ、かテレビってほんとくだらねえなと思うのがさ、香取慎吾とさ、稲垣五郎とさ、草薙くんなんてさ、別にジャニーズやめてもテレビ出れるじゃん。人気的に。 でも絶対変な圧力とかで,で出、れてなかったじゃん。もうああいうのやめた方がいいよね。気持ち悪いよね。でもジャニーズ解体したからもうそういったのもない、ないんだろうけど。稲垣は人気ないだろ。バカお前お前、五郎たんの人気知らないの一番いいやつだよ怒ってるとこ見たことない俺、稲垣五郎が。めちゃくちゃいいよ、五郎ちゃん。全然変わんないよ、もう20年前と。全然吹けないよね。カトリは中井と共演してた、なんて言ってたどういう番組で 松本中井に出てきたのあ、中井が休んでる時に、代わりに、香取慎吾がやってくれたんだ。あ、3人、三人喋ったのあ、中井くんが病気してた時の話を、大丈夫中井くん大丈夫ね、中井くん。中井くん大丈夫って言ってた。口あんま開かずに喋ってたえー、中井くん、ね、中井くんさん、大丈夫あの、毒。もう30年前のドラマだから多分知ってる人俺しかいないけど、毒の話してた 30年前のドラマ、ドラマの、してなかったんだ。中居が休んでる時に毎日連絡すると絆あるね。あなたは死ぬんですかってラインしてたサイコパスじゃん。<laughs> まあ仲いいしね。中居くんと香取慎吾仲いいイメージなんだよキムタクと仲悪いのかな一文茶があったのかなまあ事務所辞める辞めないの時に枝分かれしちゃったもんね。あのスマスマの最終回、あれ悲しかったな収録終わった後にみんなが、 何も喋らずに全員バラバラの方向に帰っていく。あの、あれ悲しかったなあれ辛いよね涙流,流し、流流そうになっちゃった。謝罪会見とかもさ、何に対して謝罪してんの悪いこと何もしてないのよね。あれ可哀想すぎるよな冷静に考えると。誰に対して何を謝ってんだろうって。最後のアメトークは悲しく、全然悲しくなかった。あ、こういうやつのせいで組織は終わっていくんだなって思って見てた。 勉強になった。それが今の村毛に生かされてる。<laughs> 宮坂もダウンタイム終わってない顔キもかった。なんかさ、そこ、そのタイミングじゃねえだろって時にそういうことするよね。そこ以外だったら何しててもいいのに整形とか。なんでそのタイミングで整形して出てくるんだ。おもろかったのに。<laughs> 朝倉浅倉美も再来週試合なのに愛物してた。<laughs> いいじゃん、別にそれは。それはいいじゃん。 <laughs> それは全然ちげえよ、俺の中で。全然ちげえよ、サコと。相プチだったらいいじゃねえかよ。かわいいじゃん。あ、練習して、なんかその、ちょっと、水気が抜けたら二人になるみたいな。ただそれだけそれを相プチって言われてただけそして平本にバカにされてた。<laughs> お前、こんな大事な試合の前に相プチしてるやつに負けらきゃねえだろ。それでもなんか <laughs>、正しいと思っちゃう。でも見た目って大事だけどさ、俺も最近別に整形って、 してもいいと思うの。でもその前にやることがあるだろうと思っちゃうやついっぱいいるんだよな <laughs>。その前にやることないかって。やっぱこれ同性の支持を得ようとする人と、やっぱ対異性に対するアプローチが、を考えてる人違いなのかな。嫌だろ、俺が整形し始めたら。って、俺は自分が見てて思うのね。俺を見てて思うの。シワシワになって、なんか、朽ちていくところもまた、ストーリーの一つとして、まあおもろいじゃん。 客観的に見てそう思うの。で俺が、俺、見てて、自分の配信見てて、整形してたら多分見なくなっちゃう。理由がわかんない。他のやつは別に整形してもいいんだよ。おもろいならいいよ。<laughs> なんか <laughs>。いや、おもろい整形だったらいいよ。ネジも言われても、カズさん整形しかないっすって。俺もうそれしかないのって。もう整形するしかないのみんなを楽しませるよなって。もうカバーに乗るか整形しかないですって言われた。そこまで来ちゃったんだ俺。別にいいけど。 最後の手段として取ってんのに、ダチョウに乗るか、カバに乗るか、整形するか。ボトックス注射プチ整形いやでも、も肩こりとか歯ぎしりもうしょうがないでしょ。しかも止まったしね、実際。打ち手全然違うんだよ。この、このラインに。でもなんか悪循環らしい。結局さ、それってさ、この辺の筋肉が衰えることによって、力が入んなくなって、筋力が衰えるじゃん。そうすると、 なんで止まるのいや、力が入んないから、物理的に力が入んなくなるから、僧帽筋とかに打つんだけど。だったら普通に体鍛えた方が良くないって、思っちゃうんだよね。だ最近打ってないんだけど。筋トレした方がいいなって。お前顔ガチャ外れではないから多分分わからんだけど、ユータの顔に生まれてたら絶対してるだろう。俺してないよ。なんか、そんなに30代後半とかになってくると、見た目の要素って、ほぼゼロ。ほぼゼロ。1、2ぐらい。 あっても、百の要素の中で。てか別に、ゆゆうたってかっこ悪くないし、大差ない。見た目は。中高生はあるよ、それは。中高生はあるけど、大人になったら、みんなまだ若いから、そういうコンプレックスあるかもしんないけど、大人になったら、あんまりない。整形って中高生がやってんじゃないの大人がしてる。お前ゆうたブスじゃないって言うけど、世間的にはブスだよ。でもゆゆうたみんなより百倍モテるじゃん。結局そうじゃないなんかその才能とかさ。 努力とかの方が全然上回ってるじゃん。で、要はもうそ証明されてるじゃん。別に見た目なんて、金とか、それこそ。ほんと下の方。いろんな要素の中で。みんなはそういうコンプレックスが大きすぎて人生諦めてるけど、逆にじゃあみんな言うたらことブスだと思ってるじゃん。そのブスがあんだけ成功してんだよ。意味がないんだよね。いや、論点のすり替えじゃない。その人生という、その、要素の中だと見た目なんて、本当に、 どうでもいい。女は違うよ。正直。<laughs> 女はマジで見た目だよ。ぶっちゃけ。男ってマジで、ラッキーだよ、みんな。本当にラッキーだと思うよ。そんな話はしてないんで、ユータの顔がブスかブスじゃないかの話をしてる。俺はブス、本んにブスだと思う、思わない。だって俺ブスにはブスってちゃんと言うもん。コースケはブスだよ、すっげえ。俺本人にも言うし、コスケはブスだから、一人努力しなきゃダメだよ。全然、ユータぐらいって、ちょうど普通ぐらいだと思う。 あいつ体がっしりしてるし、なんかね、部屋とか汚いけど、なんか気品があるんだよね、あいつ。すごく。気品があるんだよね。育ちの良さかな。清潔感がある。めちゃくちゃ。汚ねえはずなのに部屋とか。なんか言うと清潔感ない。康介って綺麗好きなのに清潔感ないのね。でも清潔感ない。いや、繁盛なんてかっこいいよ。あいつ顔ちっちゃくてスタイルスラっとしてるから舐めで見たらすっごいかっこいいよ。 オニアはスタイルいいはずなのになんかあんまりかっこよくない生で見ると <laughs>。清潔感がないんだよね。繁盛生で見たらすっげえかっこいいよ。あいつ12頭身ぐらいだし。オニアは映像で見てるとかっこいいけど生じちゃなんかね、服装も切ったれなんかさ、よれよれのさ、ス、スウェットでさ、本当にチンコ出して歩いてんのよあいつ。なんか、ベローンって垂らして、チンゲミ出しながら街歩いてんのこうやって。 で、関ゆ太って書いてある T シャツに、毎回、ゼータのサンダル、ユニクロのもう千年着てそうな、スウェット。で、ダルンダルンでチンポ出しながら歩いてんのねで。そういったことなんじゃないでしょうか。清潔感って。成田空港でチンチン出てた時、俺マジで言ったら、お、鬼や。お前、チンチン出てるよ。加藤さん。いやいや、意味がわかんないっつって。その指差し、意味がマジでわかんないんだけど。じゃ、髪切ってくるわ。まあ、切る髪ないんですけど。 もう多分10分くらいで終わっちゃうんだけど。ゴ <laughs> リになって帰ってきたら笑う。みんなが笑ってくれるんだ多ら別にゴリでもいいけど。<laughs> 打ち合わせ名スだろ、国語神切っていつもむずく言って。<laughs> そんな時期俺にもあ,あったな最近行ってねえな。一回行かなきゃね。またツイッターで予約取らなきゃ。名スの時の名前は、え、なんか適当。市川一郎とか。で、LINE 教えてくださいって言われた時、あ別にいいよって思っきり順一で出てきて、その反応も楽しんでる。 そのためだけに教える。この人、一郎さんじゃない。反応楽しみ。こうやって見て。山口一郎にしようかな。<laughs> そっち行こう。あ、でもそしたら本人に間違えられちゃうかもしれない。坂サカクションですか <laughs> お前、名人その前で大田太一使,使ったのいや、あのなんか芸能人の名前使って、両方、文字って。三よはこいつから取って、松井から取って、名前一郎から取って、みたいな。 時に、でも自分の名前なんだっけなって思い出しながら書くのが大変で、もっとシンプルな名前にしてる。山田和樹にしてる。最近。それから鈴木秀樹。もう山田久志にしようかな。<laughs> 山田久志にしようかな。ダメかな。でも、あの、食事の予約取るときはババ豊かにしてる、本当に。たまたまね。よし、行ってこようさっぱりボーイになってくるわ。<laughs> お前誰に影響されたの正直言ってみろ。<laughs> 俺 <laughs> 山本太郎に似てる <laughs>。あんな、あのー、東京都知事選でな、あのー、普段、政治に興味を持たなかった人たちが、あ,あの、でも最近で、ね、そっちのパターンじゃなくて、女子高生にキモいって言われた時の山本太郎練習してるから、ちょっと待って、一週間。もうちょっと時間が必要、俺には。山本太郎に影響されてこの髪型にした。メロリン級 <laughs> よく聞くけど、メロリン級って何ですかもう35年前になるかな ビートたけしの番組で、山本太郎がメロリン Q ってキャラクターやってたのね。もう俺自身も記憶にないんで、みんなの記憶にあるとは思えないんですけど、それ頭何秒であられるの ?2 秒ちっちっ。今日なんかハンバーガー食べ比べする動画撮ってさ、撮りたくて。<laughs> 最近だから、自分が撮りたい動画がわかんなくてさ、俺何やってんだろうって。どうしても照り焼きバーガー食べたくて、心置きなく。ちょっとね、衝撃的な旨さのハンバーガー見つけたから早くみんなに教えた 気絶した、うまくて。かと思えば、上野動物園で動物と戯れる動画。コンセプトがわかんないですよね。あーバーキン、あ食いましたよ、もちろん。10種類食ったんで。<laughs> 絶対一口食って終わりだろう。<laughs> っていう約束だったのに、照り焼きバーーうますぎて食いすぎて死ぬほど腹いっぱいになっちゃった。普通に、10種類半分ずつ食べた。<laughs> 5個食った。一口でちょっとじゃあ残りは鎌田が食うっていう約束だったのに、 半分ずつ食っちゃった。うまいんだもん。だって。<laughs> バレルのゼファーが LFT 出したもん。マジかよ。まあでもそういう時期か。再編の時期か。どこもそうだろうね。ブラックウィズも出たんだ。うーん。負けたらそういう宿命なのか。それってさ、俺分かんないけどさ、チーム側がそういう風になるのかなそれとも、個人が他のとこでもやってみたいってなるのかな分かんないんだよね。両方があるのか。許されるんだったら俺も 俺があれしてえよ。そのチームごと買い取りてえよ。でも同じゲーミングチームから2チーム出れないからさ。<laughs> アカデミーに遊兵しようかな。<laughs> それ戦わなくていいじゃん、あいつらと。<laughs> 別法人立てて、そのなんかマネロンみたいなことしようかな。鎌田をオーナーにして、そっちで雇うっていう。で、最終的に全部村ゲにする。どのチームがあってもうちが出場。鎌毛。鎌毛にしようかな。 かまさか先でオフライン出たら、すげえ嫉妬するてめえ、ふざけんなよ。できないんだよね。確かね。まあ、村際成績も残したし、次もこれかな。このメンバーでちょっと行きたいっすね。わかんない。コーチ陣とかは変えるかもしんないけど。増やしたり、するかもしんないけど。いや、バロブからの昇格ももちろん考えてるよ。繁盛か国人さんロスター入りあるね。で、リジェクトやめてもらわなきゃいけない。早く LFT 出してほしい。ツイートしてくれよ。 国人さん。MRG 国になってくれよ。<laughs> おい、ァンタがちょうどバロン弱いぞ。<laughs> やっぱうちさ、結構条件厳しくて、一生懸命やってて弱いやつじゃなきゃいけないのね。そう、一生懸命やったら上手くなっちゃうのみんな。一生懸命やってて、かつ弱いやつしか入れないのね。より難しいんだよね。ストックシックス部分を今グツグツ煮込んでる。一年ぐらい、あの、グツグツ煮込む。 カット順すごい黒字だよ。あのみんなが驚くほど。皆さんのご愛好もありまして。オープンからどんぐらい経ってんだろう。半年ぐらい。なんか予約が取れないから、あのもう一店舗ちっちゃい、あの、そんな今ほど席広くないけど、もう一店舗だけ出そうかなって。それでもう打ち止め。1月か。半年か。全国展開しねえよ。<laughs> なんで俺がさ、美容業界を牛耳っていかないゃいけないんだよ。嫌だ。普通に。嫌です。 一 <laughs> 年バッチ嬉しい。こういう、カモのおかげで <laughs>。最高だよね。一年バッチね。生きててよかったって初めて思ったでしょ。何だっけ ?30 ヶ月バッチなんかとんでもないこれだぜ ?30 ヶ月バッチ、2.5年バッチ。もうこのためだけだよね。みんなが生きてる意味って。これ、欲しいでしょ。最高だよね。わかる。僕もそうなれるように頑張ります。まあ、それでようやく一人前だしね。4ヶ月も悪くないよ。 でもやっぱこの2.5年バッジ、上で待つね。お前のファン層が普通にオシャレに気を使ういや、やっぱ、一月に一回美容院に行くっていうのって、俺す、自分がもう行かなかったんだけど、やっぱ大事だなって思う。やっぱかっこよくなる。もうじゃあ、俺のコンセプト前から言ってんじゃん。ダサい奴らをちょっとかっこよくしていきたいっていう。もっとでもさ、魔界の奥に住んでる奴に来てほしいんだよな。本心は。やっぱせっかく髪切ったし、洋服でも買うかとかさ。 やっぱおしゃれになっていくのって多分いいことだよね。カット出て、いや、高くはないと思うよ。あの、値段だけ見たらもちろん高いけど、6000円って高いじゃん。でも、やっぱあえてそういう場所に出したいんだよね。そういうところで髪を切ってほしいっていう、俺のなんか、願望。俺もカット6600円だから、まあ今自分のところで切ってるからただだけど、すげえさ、特権だなと思うんだよね。寝巻きにさ、サンダルで行ってさ、 どうもー、つってさ、ぼーっと、髪切ってもらってさ、ちょっと裏でタバコ吸ってくるわー、つって髪の毛染めた時に裏でポワー、つって髪タバコ鼻からふわーって、頭がパーンってなって、ほんで金も払わず帰ってくるっていう。美容院ってさ、やっぱめんどくさいものじゃん、正直。わかるんだよ。がゆえに作ってみるっていう。みんなにも髪を切ってほしいっていう。 <laughs> ゆうたはどういう目的でコンカやってんのわかんねえ。それぞれなんかあるんじゃないコンセプトみたいなのが。俺はダサいやつをかっこよくしたい願望あるからさ。マジで。あのー、スプーンでさ、こうやってやって、ふーって復活したらかっこよくなってるって。いいじゃん。モテてほしいじゃん、みんなに。若者はやっぱかっこよか、あるに越したことないからさ。 シャークに稼げるじ、業態調べてもらったんだろう。あの、俺配信やってり億万ちょうだいこのまま。もう一生働かなくてもいいくらい金持ってたのに。いろんなことやるからどんどんなんか、なんていうの <laughs> 貧乏になってくるの。一番金稼げるのは配信だよ俺。マジでな。ぶっちぎりで。でもやりたいことがあるんだ。店開いてるっていう事実が欲しいだけだと思うさ。<laughs> 俺店やってんだよつって。ち <laughs> ャンマンじゃん。もう。美容院やりたかった。俺前からやりたかった。やるんだった美容院。 か、病院。名前似てるだろう。でも面白いよ、なんか。あ,あこういう風に社会って成り立ってんだ、みたいな。勉強になるじゃん。現時点でサイズがか,かっこよくなってると思いますが、思う。やっぱり、そのビフォーアフターでね。あ、なんか今の方がいいじゃんって。そりゃさ、みんながみんな吉沢亮にはなれないけどさ、今ある自分の中のポテンシャルの、がよりちょっと高くなったらさ、自分基準で一個上がればいいじゃん。そう、清潔感があった方がいいじゃん。絶対に。って思います。 美容院やってるってなお子が知ったらどんな反応するんだろう <laughs> びっくりするだろうね。即死するだろうね。生き返って、即死すると思う。嘘でしょでも、限界みたいに言うと思うよ。本当にバカなんだから、つって死んでいくと思う。<laughs> なんでアルゼンチン代表みたいな服と髪型してるんですか <laughs> アルゼンチン代表のユニォーム買ってくるわ。ちょっとアルゼンチン代表っぽくない。すぐ買ってくるね。次、俺が顔出しして雑談するときはアルゼンチンのユニフォーム着てやるね。 決めた。メッシュのユニフォーム買ってこよう。どこで売ってるかなアルゼンチン代表っぽい。アグエロのユニフォーム買ってくるね。でも、ちょっとコンセプトはサッカー選手だった、俺的に。なんかサッカー選手って単発でさ、なんかこれぐらいのやつ多くないあのサングラスかけてくれ。ロベルトじゃあ持ってくっか。でもイメージにしたんだって、俺。え、俺もうこういう配信者だよ。マジで。で、C 社ってさ、サツタバの風呂に入って。 これ、<laughs> これメキシコで買ったんだよ,これ <laughs> これよくない、これ。これクソよくないこれ。クソよくないマジで。中国の成金見ててクソよくない <laughs> このサングラス売ってください <laughs>。このサングラス量産して売ろうかな、俺。これ作ってください、つって。いいよね。最高だよね。クソ、クソ反射してんだろ。<laughs> これで住所バレたいよね、なんとかしてね。そういうおちゃめな一面も見せたいよね。これでも宝物なんで。 どのブランドのサングラスよりはこれ大事なんで、これメキシコの俺の相棒なんで、これだけはちょっとね、譲れない。伝説のサングラスなんで。A トレインみたいだろ。<laughs> いっぱい買えばよかったね <laughs>。なんでそういう仕入れ業者みたいに、メキシコでこのサングラスを仕入れて日本で売る業者やろうかな。最近商売っけもやっぱ出てきてるからさ。ね、なんか、リジェクトとかバレる解散っていうか、 再編するらしいけど、村毛はこのままでいきますよ。まあ、どちらにせよ俺、うち1年契約だからさ、12月の末まではさ、継続なんですよね。本人たちに言ってないけど、でも必然的にそうなるでしょ。1年契約だから。わかんない。本人たちが辞めたいって言ったら止めないけど、本人たちの移行次第、人生があるからな。<laughs> なんか一人ぐらい辞めてみてほしい。<laughs> ドラマを生むために。でも成績残してるうちに辞めさせんのもったいなくない結構大変なことだと思うんだよね。 成績を残すって。伸びしろある。伸びしろしかねえだろ。アブソルなんてまだまだ、あと二回りぐらい強くなるでしょ。まだ発展途上も発展途上でしょ。ミリオンもう無理。いや、って言って、この2、3ヶ月で一番伸びたのミリオンだから人間に限界なんかあんだよ。本人たちのやる気次第。でも客観的評価できないからさ、俺は。自分のチームだから。でも意外と俺冷酷だから、契約しませんっていうこともできるんだけど、成績残してるのに変える必要はないと思ってる。 まだまだ上を目指せるって思いますね。いやでも昨日惜しかったな絶対3万分目いたら勝ってたんだけどな本当にそう信じてやまなかった俺は。でもやっぱそこで勝ち切ってくるフェンネル強かったね。あていわくいつもやらないミスも多かったみたいな。まあそうだね。やっぱそこもでも経験値の差だよね。なかったもんね。フェンネルやっぱちゃんとやってたもんな。でもあれでしょ、それは。初めての経験なんだもん。ちょっと爆発が違ったね。 決勝までやったら俺フェンネル勝つと思うよ。オフラインなりもしてるし、あいつら。決勝リドル対フェンネルになったらフェンネル勝つと思う、正直。それぐらいやっぱ強い。ああいう状況の時の。リドル、キモいから負けてほしい。<laughs> なんで、なんで急に、何がキモいの全然キモくねえだろ。ガチ、ただのアンチじゃん。いやいや、キモいだろって。な、あんまりみんな賛同得られないでしょ。若くていいじゃんね。 シンプルなアンチじゃん。<laughs> あのチームにはドラマがない <laughs>。<laughs> <laughs> そんなこと言い始めたらもう何もできなくないもん。新しいチーム三人でいいじゃねえか。<laughs> 普通ねえだろ。<laughs> 勝つか負けるかだよね。人生 <laughs> オーディションからやんなきゃダメ。全チーム。で、一回解散の危機もあり、喧嘩して、それを配信して、全部やんなきゃダメ。全てのチーム。エンタメ性が足らない でも、いい得て妙だな。それは。今の日本のなんかー、e、スポンツは、カチャいいってもんじゃねえから、まぁかちいいってもんなんだけど、多少工業的側面をもっと出してった方がいいな。だってさ、ゲームで金稼ごうとしてるやつなんてさ、人間のクズばっかなんだからさ、なんか深刻化,化されすぎちゃうと、跳ね切らない。あの、異性のファンしかつかない。かなって思っちゃうんだよな。ちょっと泥臭さがないとね。そっちの方が盛り上がるは盛り上がるよ、多分。まあ あの俺にとって都合がいいだけで、俺が盛り上がるだけなんだけど。世間は知らねえ。巨人の中の選手が、ま、全員毎年入れ替わったらどうするまあ、巨人を応援するかな。でもまそれってなんか起こり得ないことだけど。でもね、スケット外国人はいっぱい入ってくるじゃん。ただや核となる選手は、なんかフランチャイズプレイヤーみたいな感じでずーっと残ってた方が、俺はいいかなって思う。核が大事じゃない人気という側面だけ考えたらね。でも難しいんじゃねえのゲーミングチーム。 を運営するのって、俺はさ、なんかさ、まあ、道楽みたいな形でやってるけどさ、配信っていうさ、土台があった上で成り立ってるけどさ、全く最初からやるってなったらやっぱ勝たなきゃさ、名前も売れないわけじゃん。コスパ悪いよな。そう、俺金出し、出してほっとくだけだから。<laughs> 金出してほっとくっていうのが一番いいんだよね。はいはい、ポイっって。はい、ほっときますって。ただ、あの、意思は俺、示すよ。 俺はお前らの人生責任取んねえからなっ、つって。自分のためだけにやんなさい。俺のためにやんじゃねえ。金出して口出さないのが一番いいと思うんだよね。でも利益出ないよ。絶対に。何のためにみんなやってんだろうね。俺は見てて面白いからやってんだけどさ、自分のチームって面白いじゃん。何のためにやってんだろうね。理解ができないんだよな。好きだからやってんのかな。プロモーションスポンサーもそんな大してお金くれないと思うよ。めっちゃもらえる俺わかんないんだよね。 村上スポンサーとさせてくれるってもあ,ある正直。肉屋さんとかだったらいいんだけどね。デバイス関係とかってさ、そのデバイス使わなきゃいけないじゃん。<laughs> スポンサー従うんじゃねえよ、奇めな会社。<laughs> お前みたいなキャンサーがいるから発展していかないんだろうね。でもやっぱ、そのさ、目先の数字だけ見たらスポンサーとしてえよな。多分。費用対効果いいよな、うちなんて多分。俺な、金くれって言わねえしょ、俺。 おもれえことしろ。バレルにまだ勝ってないのに開催そうだからミニタ会ガーやられってリベンジは確かに。おい、あのチーム勝ってねえから一回うち勝負しろよ、おい。お互いオフシーズンだろ。お前ら逃げんな勝ち逃げすんな一回ガチンコで勝負しろ。うちと。おい、納得いってねえよ。まだ。おい、BO5 でやらせろ。<laughs> おい、BO5 でやらせろ。逃げんじゃねえぞ。勝手に開催すんじゃねえ。4位かけてやれ。おい、うちと4位かけて勝負しろ。<laughs> 納得いかない。 まだ解散すんじゃねえ。まだ5人で練習しとけ、ずっと。解説取らねえ子さんやってくれ、そんで。納得いってねえよ、俺。バレル VS ムラッシュゲーミング、魂の BO5。<laughs> 賞金40万かけてやろう。<laughs> まあれだて、6位の賞金いくら ?20 万円。で、それを合致させて、賞金総額60万円でやろう。勝った方が通りな。何らかの方に抵触しそう。まあ、そしたらバレル解散するからバレルの選手に言う。よ。 れ責任の所在がどこか分かんないっていうさ、あやふやになってさ、誰の責任なんだってなってさ、いやもううちでも解散しちゃったんでって言えるじゃん。よくないマコさんの選手全部、現在のロースターが全員放出されるため、スプリットリーばバレルで出れないことがあります。悲しい。好きなチームだったのに。一番好きなチームであり、一番嫌いなチームだったのに。いや、俺もう企業に言っとくわ。あの5人そのまま雇ったら、また勝つぞ。俺は断言職。あのまんま雇った方がいいよ。 厳しい世界だよな、どんな世界も。みんなが幸せになることってないんだなと思う、人類が。誰かが幸せになるためには誰かが不幸にならなきゃいけないんだな。ノイジーどうなってんだろうねわかんない。フォイに合ってないから最近。沖縄の件決着ついたのライオット側はもう黒って言ってんのでもライオットが黒って言ったら黒だぜ。あのいろんな理由があるかもしんないけど。しょうがないよな、ルールを決めてるのは会社だしね。公式には発表してないんだ。まあ一位選手に、 そんなことしないか。ライアットクライアントはパソコンの中のソフト全部調べられるからバンされたら、まあ、なるほどね。加藤さんはチームメンバーがチートをしていて、でもそのメンバーはしていないと言い張ったら、もう、いや、していたらもう、守るもんいや、してるじゃんってなるよ。しかも俺の目を見て嘘つけるやつはいねえと思う、村毛に。やったのかって。一緒に謝るかなごめんなさい、やってましたって。しかもなんかその、直接さ、チート的なものをしてなくても、なんかあったじゃん。ラストやってる時にさ、 チートじゃないんだけど、このソフトが入ってるとチートですって認識されてしまう。ソフトって多分あると思うの。俺、それでもアウトだと思う。やっぱプロたるものそこまでしっかり、要は野球選手が風邪薬、この風邪薬で飲まないって決めるように、それすら、やっぱ気をつけなければいけない。厳しいよね。残念だけど。でも、っていう風に説明するから。ソフトの名前まで出して。でもアウトなんで解雇しますけど、彼はこういう理由でバンされましたって発表するかもしれない。 そしたらもしかしたら許して、将来的にね、上場借路の余地があるなってなって、許してもらえるところがあるかもしれない。解雇する。チートだったらね。俺はね、じゃないと、中途半端に守っちゃうと本人が復帰できないから、解雇してあげないと本人が再起できないんだよね。そこで、見そぎ、これが制裁ですって。そしたら周りもさ、これが制裁かってなるじゃん。でもわかんない。俺は知らないからさ、ノイジーの中のこと、会ってないし、本人も。 そう、身内が厳しくしてあげるのが一番のさ、味噌ぎになるから正直。そう思いませんかなんかよくやる、よくある手法じゃん。俺もそれを取るかな。あれなのかなやっぱさ、その、沖縄に限らずさ、俺あいつがチート使ってるか、いや使ってないか知、本んと知らないんだけど、なんで使うんだろうね。なんか、制服感があるのかな薬物的な中毒性いや、楽しくないじゃん。チート使ったら。目的とさ、あれが手段が全然ぐちゃぐちゃになっちゃうのね。 いや、勝つだけが楽しいわけじゃなくないそう、黒人さんと繁盛とやっても全然勝てないけど、なんか、こういう、これはどうだ、これはどうだって喋ってて、なんかちょっとずつ、なんか積み上げていくのも楽しいじゃん。ただ勝ちたいのもうズルしてもいいから勝ちたいのでも勝った時の喜びが減らないズルしてんだからってなっちゃうい、ね、みんなに、検事したいのかなでも、ごくごく少数だよね、そんなやつね。理解できねえよな。純粋に喜べないよね。 でも俺売ってる奴らが一番の悪だと思う、マジで。売らなきゃ買わないからね。鎌田がチート使ってたら <laughs>、まあその、選手じゃないから、あの、俺の配信で謝罪させる。僕、チート使ってました。 俺、つえーっていうのを味わいたいのか。いや、でも、チートじゃん、それって。違うじゃん。普通にやって、つえーは、すげーってだけどさ、誰からもさ、賛同得られないじゃん。俺、つえーって、いやいや、チートじゃんってってさ、誰も賞賛しないのにさ、じゃあ、誰に向けてやってんだろうね。そういうのが分かんないから使っちゃうのかな。チート使ったら、だって俺だって強くない強いよね、俺だってね。弾が自動で当たるチート使ってさ、例えば、エ p ペックスでさ、オートエイムとか使ったら多分勝てるじゃん、俺だって。 嬉しくないんだけど、そんなの。い <laughs> けてアセンダントだと思う。いや、アセンダントまでいけんじゃねえかよ。<laughs> やべえじゃねえかよ。俺がアセンダントまでいけんだよ。チート使ったら。めちゃくちゃ強いじゃねえかよ。俺シルバーだよ、まだ。めちゃくちゃ強いじゃん、そんなの。でも、みんなは評価しなくないいやいや、チート使ってるじゃん。で終わるじゃん。普通に行こうがいいよね。お前が視聴者使ってゲーム進めるのと同じ。全然ちげえよ。全然ちげえよ。一生にすんじゃねえよ、そんなの。誰も咎めないだろ。 俺たちはだってラストでさ、なんか、やったけどさ、裸でさ、石ころ持ってさ、自分の死体をエレベーターにして上がってったんだよ。そういうチートねえだろ。人間エレベーター、クソ笑っただろ、あれ。俺今だら夢出てくるんだけど、人間エレベーター。屍の上で、バグらしてだんだん上に登っていくっていう。チート使ったんじゃなくて、俺ニート使ってんだよ。<laughs> そう、グリッジ。<laughs> あれ、グリッジかな。しょうがないよ、でもね。 編み出したんだもん。ちょっと見てみようか。じゃ、これがグリッジかどうかちょっと、みんなが判断してくんない俺たちの新しい武器としてさ、編み出したんだけど、人間エレベーター。できちゃったんだもん。これ、人間エレベーター,ー,ター <laughs> これが、どこがチーなんだよ。人間エレベーターじゃねえけど。<laughs> ーーね、<laughs> これどう人間エレベーター。<laughs> <laughs> ほら、これ、ハシゴでよくないで <laughs>、ね、これ、ハシゴでよくない冷静考えたら。で <laughs>、ね、これ、ハシゴ1個かければよくないでも、人間エレベーターで行くんだよね。相手に対する恐怖心。全員で上がってけ摩擦,で摩擦で <laughs> その摩擦係数の高いものが、もので上がっていくっていう。ほら、上がっていってるよ、人間エレベーター。上がってっててすごくないこれグ、<laughs> これグリッチ、チこれ。これ、使っちゃダメしかも、 これ何がい,いいかってさ、俺が上に上がっていくんじゃない俺が一番下なのがぐくない <laughs> 俺の背中を上がっていけっていう。これがほんと人間エレベーターなんだよね。俺が自ら一番下を背負うっていう。俺がそう、基盤なのがいいよね。負けたんですけど、<laughs> それでも、結果負けました。こんなことしてたから。はしごの作り方をみんなで学んでやれば終わってたのに。上がれたのに。 ワルランドのチーターはアカウントの販売やランク上げの代行など金稼ぎがほとんど。えあ、俺、イモータルのバッチ持ってるぜ、みたいな。自分が強くないと意味ないけどね。そんなもんはな。エーペックスと一緒か。エーペックス全シーズン750中650にチーターだった。<laughs> もうだったらさ、もうチーター部門、もうど無理なんだったらさ、EA も、もう、その何でもありのさ、 作って、チーターの中で一番決めちまえよもう無理なんだからもう無理じゃん、それ。チーター専用サ,サーバー作ってあげればいいじゃん、もう。なんでさ、エイペックスはそんなにチーターがさ、無くなんないの俺たちには分からない難しいなんかあれがあるのかなゲーム作り直さないと無理だったらもう作り直しちゃえばいいじゃん。あの、既存のものを置いといて、別のところで作るってのは無理なんだ。エイペックス2作っちゃえばいいじゃん。金か,かるいやでもお金、 いっぱい稼いでるでしょ、エイペックスで。死ぬほど金稼いでんじゃないのもうサチコぐらいしかやってないからち、ちょっと、最近のサチコがさ、エイペックスどんぐらいやってるかみんな見せるわ。もうだからさ、こいつに案件配れよ誰よりもやってるじゃん。80時間やってんだよ、エイペックス。誰よりも向き合ってんだよ。2週間で、80時間。これ2週間だよね。直近のえプレイ時間って。<laughs> 1日6時間やってる <laughs>。やば。 春と同じぐらいやってるでしょ多分スマブラの公式大会もまあ、しょうがないよね、もうね。突爆しちゃったんだもん。法に触れちゃうでしょ、多分。千円だけの賭爆。未成年なんだ。でも、真摯に向き合ってたら、いつか許してくれるよ、未成年の。俺もだって未成年で喫煙したことあるし。過ちってさ、若者って犯すものじゃん、正直な。でも、それぐらい許してやるよとは言わないの。 そういったけな、何回か、そういうけ嫌な自分にとっては、後悔して、そんで、また復活していくもんなのよ。若者には俺緩いからめちゃくちゃ。若者にはね。みんなもあるよ。常に傷のない人間っていないからさ。だからちゃんと、身内が厳しいこと言って、周りが、周りが引くぐらいね。いや、そこまでしなくてもいいじゃんって思わせてあげるのが、やっぱ、親心だな。 厳しくすればするほど、周りは許してくれるからさ <laughs>。あの、下世話な話すると。まあまあもう許してやろうよ。なるじゃん。お前が言う若者って何歳まで ?18 歳とかまあ二十歳ぐらい未成年二十歳なんてだってまだ、やるでしょ、悪いことでもさ、許せないものもあるけどね。殺人とかはさ、人殺されてたら許せないじゃん。でもまあ、俺は緩いよ、その辺。本当に。自分も悪いことしてたから。 まあ、若者のミスは一回は許してあげようっていう。一回、二、三回までは許してやろうとちゃ <laughs> やっぱ、過ちを繰り返すのが、ね、若さだからね。でも俺、そのゲーム業界にいき生きてるから、一応、チートだけは、あの、許さないっていう方針にしてる。世間体もあるし。村毛の子たちまで、ね、そういう風に見られちゃうといけないから、一貫してそこはね、そうしておこうって。不倫はもう、あ、う、不倫したのって。 何やってんので、今日のさ、あれなんだけどさ、ってなると思う。<laughs> 俺じゃなくて本人に言えよ、ってなっちゃう。なんで俺が選手の不倫の話を俺がしなきゃいけねえんだよ。続いてのコーナーはこちらですってなると思う。<laughs> アブソルが封印したら、普通にショックだと思う。俺、俺自分がアブソルのお父さんと錯覚してる異常者だから、俺アブソルだけには厳しいからそういうの、マジで。 俺、あの、本人には言わないんだけど、カマたとかに言ってんの。もう、アブソルにマジで変な女絶対近づけさせんじゃねえぞ。お前がなんか偵察しろっ、つって。<laughs> もう、アブ、他の奴らは何にも俺、束縛してないんだけど、アブソルだけは、俺が目光らしてる。あいつ変なことしてないよな。大丈夫だよなつ。トランスパパになっちゃってるから。だって17歳だよ。俺の責任じゃん。そんなの。お父さんとお母さんに申し訳立たないじゃん。向こう型の。両親と俺年齢あんま変わんないんじゃない何歳なんだろうね。そだあんま年齢変わんないんじゃない 21歳年離れてんだぜ。言って多分10歳変わんないでしょ。俺とは。俺は年って、その18歳未満は責任を伴うと思ってるからな。雇う側の。可愛くてしょうがないんだよ、でも。<laughs> 美人のおかん40代前半、<laughs> 俺と変わんねえじゃねえかよ。<laughs> じゃあ、変わらんやん。あいつ今いくつ 26? <laughs> じゃあ、アブソロ結婚する時はよ、彼女できたら俺に言わせろお前俺に紹介しろ、つって。 で、俺が面接する。お前、アブソル、どういうおお、ご両親の職業何ですか育ちから聞く。うん。口は硬いですかとか、聞く。俺も言われたよ。医者の娘と付き合ってる時に、あの、ご両親の職業何ですかって聞かれて、母親は、あの、看護師をしてて、お父さんは大工をしてます。父親は大工をしてます。って言ったら、大工って何ですかって言われた。家を建てる人ですって言った。そうですかその、彼女の、元彼女のお母さんが、 やってる、クリニックまで一人で行って、診療時間外に、あの、綺麗な服着込んで行って、でも一家代々、医者の、医者医者、おじいちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん医者医者、医者医者医者、医で、その、おばあちゃんおじいちゃんが医者医者、で、お父さんとお母さんが医者医者だから、まあその、医者以外の職業知らない家なのね。大工って何ですかって言われた。名味って言われた。覚悟決まってた。 大工って何ですか家を建てていますって言った。<laughs> 舐めてるんですかってみたいな大工って舐めてるんですか <laughs> お前大工舐めんなよじゃあ。大工舐めんなよ。そういうニュアンスじゃなかったよ。大工、大工さんってどういうお仕事してるんですかお家建ててますって言った。家族って面白いなと思ったのがやっぱいい、そんなさ、ご両親お医者さんなんてすごいさ、いいお家じゃん。い,いわゆる世間一般的に は、いい家庭のお家でしょう本当にポルノグラフィティ、ポルノグラフィティのライブに行っちゃダメって言われたらしい,いよ。名前がポルノだからってで。居酒屋ダメ、盛り場ダメ、カラオケダメとか。二十歳超えるまで。カラオケ行っちゃダメってすごくないでも、初めて会ったゴロちゃん、一番初めて会った時ギター背負ってたんだけど。<laughs> 反動じゃんと思った。その時、ギター背負ってるじゃん、こいつと思って。音楽好きだったんじゃないで、鳩みたいなやるしただ、こうやって。 くるっぽーって。<laughs> でもゴロリクソバカだったね、バカじゃないけど。いやでもなんかよく俺と付き合ってくれたなと思う。俺本当にさ、寝室で配信してたから、俺が配信してる時ずっと隣で一人でスプラトゥーンやってたのね。あれよくできたよね。一言も喋らず。えげつないと思うよ、あんなの。あの地下室で。おしっこしてくるね。よっこらセット。なんかスチームで今日、やるゲーム決めようかな。 超金持ちだと思ってた、今。1、10、100、1000万。15万あると思っちゃった、今。これ1574円しかないんですよ。実は。なにこれ。スーパーマーケットシミュレーターみたいな。なに <laughs> <laughs> これ、くだらねえゲーム。おみんな結構やってる。モコが何、何時間やったる ?74 分。まあ、これはいいゲームじゃないかもしれない。モコは面白かった。こするから。8192分の1。なにこれ面白そう。 ゴッドみたいな感じ二分の一を引き続けるゲームだろ ?13 回連続無理じゃん。クリアできないじゃん、絶対。ただ、ずーっと、それをやり続けるみたいな。金、配信フリーズしてた最近パソコンなんか調子良くないんだよね。なぜだろうインテルハイエンド CPU を搭載した PC で頻繁にゲームがクラッシュした原因の 問題の原因はマザーボードにあり、インテルの Core i9 よび Core i7 プロセッサーを使用中の PC ユーザーが一部のゲームでクラッシュが発生すると報告した件で、原因がオーバークロックを無理に行うマザーボードにあることがインテルの調査報告書から伝えられたと、ん一言目から何もわかんない。何これちょっと面白そう。めちゃくちゃ面白そう。ドラえもん伸びたの。これドラえもん伸びたの起草手、規定列相談ダイヤルだよね。 はははな、あれか。サンマの名探偵みたいな。うーん。でただでどうやって収益化しようとしてんのあ、DLC か。わっちゃんがやってるわ。あ、ペーパーズプリーズええー。入国管理官の逆転裁判、シコロじゃん。これころうって呼んでんだけどさ。あー、夏、迷いちゃん。あれ、卵食ってね。ちょっとシミュレーションとか見てみようか。 ゴートシュミュレーター3やろうかな。あ、でもこんなもんなんだ、シミュレーション。ふーん。エッチじゃん。バスケのやつやろうかな。<laughs> これなんか自分がな、バスケットボールプレイヤーになってな、プレイできたらおもろいんだけどな。なんで肝心のさ、バスケしてるところ映さないの <laughs> 賛否両論だから <laughs>。なに何これ。面白そう。あ俺ムーラン結構トップクラスに好きなんだよね。

俺が、仕留めてやるってやつ。あれ、神曲だよね。ドラえもんナビタロ牧場牧場物語でも、牧場物語じゃなくて、ドラえもんのゲームやりてえな。あ海いいね。深海の心情ゲットすが RPG やりてえ、ドラえもんの。雲の上まで。ギガゾンビの逆襲、例は出ないかな出してもいい頃じゃないそろそろ。ダメか。 普通にデイブ・ザ・ダイバルかな <laughs> やりたくて買ったのに。デイブ・ジング・ダイビング。それから社長、あなたは誰と恋をしたいですかなかこの、この時の韓国系のゲーム最近多いね。え、なにこれえ、恐竜出てくると思ったら釣りゲーかよ。え、恐竜恐竜出てきてもおかしくないうわ、なんか恐竜 いや、もうアークやったじゃん。全クリできなかったじゃん。ハードコア。諦めろよ、もう。ゴミゴキブリリスキルザウルスね。インスタントザウルスね。始まりのザウルスね。なんか、なんで殺されたんだっけ結構帝国気づいてたよね。あなたはハードコアじゃない状態のボスに会ったことがありません。<laughs> 一回リベンジする。ハードコア。一回だけ。しかも俺新しいの買ったよな。ハードコアやめろ。あの、 そうやって人生から一生逃げてな。クソ負け犬。人生ってハードコアなんだよ。いつまで逃げんの言うのじゃあお父さんとお母さんに。いやもうハードコアやめようって。くっとますよ。一回だけね。ほんとに一回だけで、ね。ほんとに一回だけで、ね。でもこの一回は終わらせないけどね。今日一郎がお前と同じルールでやって物理的に不可能だ。今日レギュレーション変えるよ。うちのデバッカーが無理だということだったから。65ギガ。<laughs> <laughs> ふざけんな。おい。見たことねえや。アップデートで65ギガって。パンパンや、もう。聞いたことねえや。どうせ1時間ぐらいかかるから他のゲームやって待とうぜ。あの、AI のやつやろうぜ。なんだっけパルワールドやって待とうから、喧嘩やろうかな、両者に。このアーク待ってる間パルワールドやろうかな。で、パルワールドインストールしてる間にニンテンドのあれ見る。サンスクミパルを巡った。